ミカの予言、主よ、あなたの杖を持って、ご自分の民を牧してください。あなたの子羊である羊の群れよ。彼らが豊かな牧場の森に、ただ一人守られて住み、遠い昔のように、バシャンとキリアドで草をはむことができるように。お前がエジプトの地を出た時のように、彼らに驚くべき噂を私は示す。あなたのような神が他にあろうか。咎を除き、罪を許される神が。神はご自分の子羊の民の残りのものに、いつまでも怒りを保たれることはない。神は慈しみを喜ばれるゆえに、主は再び我らを憐れみ、我らの咎を抑え、すべての罪を海の深みに投げ込まれる。どうかヤコブに誠を、アブラハムに慈しみを示してください。その昔、我らの父祖にお誓いになったように。神の言葉、神に感謝。神よ、私に目を注ぎ、強めてください、手を差し伸べて。神よ、あなたの国を豊かに恵み、ヤコブの栄を新たにしてください。あなたは民の咎を許し、すべての罪を追われた。神よ、私に目を注ぎ、強めてください、手を差し伸べて。神よ、あなたは私たちを救う方、私たちの命を新たにし、あなたのうちにあって民が喜ぶために、あなたの慈しみを示してください。神よ、私に目を注ぎ、強めてください、手を差し伸べて。アレルヤ、ハレルヤ。私を愛する人は私の言葉を守る。私の父はその人を愛し、私たちはその人のもとに行く。アレルヤ、アレルヤ。マタイによる福音。イエスが
群衆に話しておられるとき、その母と兄弟たちが話したいことがあって、外に立っていた。そこである人がイエスに、ご覧なさい、母上とご兄弟たちがお話したいと外に立っておられます。と言った。しかしイエスはその人にお答えになった。私の母とは誰か。私の兄弟とは誰か。そして弟子たちの方を指して言われた。見なさい。ここに私の母、私の兄弟がいる。誰でも私の天の父の御心を行う人が、私の兄弟、姉妹、また母である。キリストに賛美。